ジャスティス復活を阻止すべく作られた人工生命、ジャック・オー。失踪した彼女を奪還したレイブンは、道中ではぐれた仲間との合流を計画していた。今のお前はどちらだ？え？子供か、それとも大人かと聞いている。また逃げられてはかなわん。心配しなくても、もう大丈夫だよ。中身まで子供になっているわけじゃないのよ。ならば、なおのこと悪い。念を押す手間も倍だ。しかし、なぜあんなことをした？ん？イノにあれを明かすのは、まだ先の話だったはずだ。ああ、あれね。そもそも私の覚醒ももっと先の話だった。つまりもう一人のジャック王、ハッピーケイオスはまだ完成していない。万が一の時はイノの剣を優先するということか。意外だな。背徳の炎の敗北を想定するとは。感情論じゃないわ。ゼロか一か、損得価値の話。本当の最悪には保険が必要でしょ。お前の判断は正しい。だがな。正しいだけでは足りないこともある。イノを迎えに行く。迎えが来てくれるとは思わなかったわ。ご苦労様。二度は言わん。聖堂へ戻れ。心配しなくてもあんたらの邪魔はしないよ。返事になっていない。あのカッティ野郎の顔を見たか。すっかりあっち側の面になっちまった。それの何が気に食わんのだ。あいつは私にとって唯一の男だったんだよ。あんたにとってもそうだったはずだ。何もかもぶつけて、それでも釣りが来るほど猛舞に狂気をかけてくる。お気に入りのおもちゃがなくなれば誰でも拗ねるってもんだろう。子供の道理ならばな。ガキで悪かったね。無駄だ。今のお前では私を滅ぼすことはできない。今の？随分と私にお詳しいようで。そうでもない。私の知っているイノは戦いに敗れてなお劇場を参じぬはずだ。子供になっちまったからじゃねえの。お子様には優しくしろよな。とりわけ自分の素性も知らない子にはさ。ジャック王の行動に配慮がなかったのは認めよう。だがお前の知らないことはそれだけではない。あの方のお心だ。だからさ、いいんだよ。施しはうんざりなんだよ。この体にはもう何も残っちゃいない。せいぜいがあたり構わず殺気を振りまくくらいのことしかできない。それなのにまだ力が手に入る。やれることが増えてくほどにやりたいことがなくなっていく。
足りないものが手に入るほど欲しいものがなくなっていく。いいの、私がその苦しみを知らないとでも言うのか。気づいてないの？あんた今そっち側の顔だよ。私はどんなにクソったれな運命だろうと自分の権利を捨てるつもりはないんだよ。たもとを分かつ気か。もともと私たちは仲間ってわけじゃない。そうだろう？ま、気が向いたら顔出すよ。そっち側か。